ピンポン。どうも、この頃流行りの女の子です。うわ、何やこいつキモ。どうですか、このファッション。めちゃ革でしょ。ファッション？何がファッションなんや、お前これ。え、嫌だから、最近流行りの。地雷系ファッションでしょ。それは爆弾岩系ファッションだよ。爆弾岩とか何言ってんですか。受ける。はいはい、メガンテメガンテ。相槌は物騒すぎる。あたりちゃんはファッションに疎いから知らないでしょうけど。うわ、ムカつく、芝こうかな。こんな感じで、触れたら心の闇が爆発しそうな女子ファッションが今流行ってるんですよ。確かに爆発はしそうやな。ちなみに歌舞伎町にはこんなのゴロゴロいますよ。歌舞伎町怖すぎだろ。あ、メイクし忘れてた。やだ、恥ずかしい。お前にはそれより恥ずべきところがあると思うんですが。先生いつもすっぴんやろ。今さら何言っとるん。地雷系ファッションなんですから、地雷系メイクしないと不完全でしょ。もまさかそこにさらに要素足すまずはたるみを作って、と、服洗い、涙袋も作って、袋だけ作れや、真っ赤なリップを塗って、それリップスじゃね？サンリオ系のグッズを装着、どこチョイスしてんねん。ラストはこちら。ピエマーク、主張が強すぎる。これが、地雷系、ファッションだー。地雷室。なんや、ゆかり、まあ、ザハジが欠落したイカれた格好をしとるんか受ける？はい、メガンテー。うわー、こんちは？また爆発したんですか？理解が早すぎて助かるわ。お前も絶対爆弾岩持ち込むなよ。やめて、爆発落ちがとても楽なの。ネタを作るときにとても楽なのよ。こいつマジで。